皆さんこんにちは茨城オンラインスタディの時間ですこの動画は小学4年生の理科私たちの体と運動の内容ですこの動画では皆さんに考えてほしい時に一時停止して考えてみましょうというアナウンスが流れますその時は動画を一時止めて指示されたことについて考えをまとめましょう 考えがまとまったら動画を再び再生し次に進みましょうこれまで体にある骨や筋肉の作りや動きについて学習をしてきました人の体で約200個の骨とそれらについているたくさんの筋肉がありそれらの動きによって 私たちの体がさまざまで複雑な動きをすることが分かりました。さて、身近な動物の骨や筋肉、関節はどのようになっているのでしょう。教科書は126ページの内容です。ここでは、身近な動物として、ウサギを例に挙げています。身近にいる動物で、 犬や猫でも同じように観察ができます。これらの身近な動物を観察し骨や筋肉の作りや動き方を人と比べてみましょう。そこで今回の学習のテーマは身近な動物の骨や筋肉の作りや動き方を調べてみようです。身近な動物として うさぎが例に挙げられています学校で飼育している場合もあると思いますが観察するときは先生にきちんと話をして許可をもらいましょうまず動物に触る前と触った後は必ず手を洗いましょううさぎを持ち上げるときは前足と後ろ足の間に両手を入れてから 片方の手でお尻を支えるようにしてそっと抱き上げます。そして座ったらそっと膝の上に乗せるようにします。動物も人と同じ命ある生き物です。動物を観察するときは驚かせたり怖がらせたりしないよう優しく触れることが大切です。また人に慣れていない動物は 興奮するとひっかいたり噛みついたりすることがあります。足の爪で思わぬ怪我をしないように厚手のタオルを敷くなど十分に注意してください。これらのことに注意して動物の体の骨や筋肉について観察をしてみましょう。 観察した結果はどうでしたか人と同じように体の中に骨があるのがわかりましたかまた、ところどころに骨と骨の継ぎ目、関節もありましたかうさぎの場合は、後ろ足の筋肉が人と比べてとても発達しています。この発達した筋肉で跳ねるように走ることができます。このように、 動物は生活の仕方や環境によって人と同じような作りもあれば人とは異なる作りもあります教科書127ページの内容ですハトの写真を見てください地面についている足から後ろ側に足が伸びていますねさてハトの膝は後ろに曲がっているのでしょうか それでは教科書の文を読んで確かめてみましょう私たちの足は腰や膝、かかとなどにある関節で曲げることができます動物も同じように関節で曲げることができます鳥と人の足の曲がり方を比べてみましょう鳥の足の曲がる方向は人の足と逆になっています実は、 鳥の足は人の膝に当たる関節が腹の脇にあります。つまり外からは見えないだけで人と同じように曲げていることがわかります。他の動物にも人と同じような作りがあるのですね。鳥以外にも同じような作りを持つ動物はいるのでしょうか興味がある人は さらに調べてみましょう次に動物の体を動かす仕組みで特徴なことの紹介ですまずは教科書の文を読んでみましょう鳥は空を飛ぶために便利な体の作りをしています人の腕に当たる部分は翼になっていて 付け根にある筋肉は、翼を動かすために発達しています。また、骨の間に隙間がたくさんあり、軽くなっています。蛇がくねくねとしなやかに動けるのは、脊椎、背中の骨の数がとても多く、骨をつなぐ関節も同じように多いからです。 このように動物の骨や筋肉はその動物の体の形や動きに合った仕組みを持っています例えば鳥は空を飛ぶための体の仕組みになっています一つは翼を動かすための筋肉がとても発達していることもう一つは骨の中にたくさんの隙間があってとても軽くなっているということです もう一つの例がヘビでした教科書の X 線写真を見ると背骨の数がとても多いことがわかりますこのことで骨と骨の継ぎ目関節がとても多いのでくねくねとしたしなやかな動きをすることができます動物の骨や筋肉はその動物の体の形や動きに合った仕組みになっている というわけです。今回の学習はここまでです。今回の学習でもっと調べたいなと思ったことはどんなことですかあなたの考えをまとめてから学習を終わりにしましょう。それではさようなら。